皆さんこんにちは。こんばんはだぜ。今回もシグナリスの続きからやっていくよ。前回はボスにコテンパンにやられたからな。何か考えてきたか？考えてきたわよ。あの分厚い装甲と増援をなんとかしなくっちゃいけないぜ。任せなさい。ちゃんと対策済みよ。それじゃあアイテム整理してから挑みましょうか。ほいっと。準備完了だぜ。一縷の隙もなく倒してみせましょう。それじゃあいざ鎌倉。はい、出ましたね。今回のボスです。硬い装甲に覆われていて通常の攻撃はショットガンでも通りません。しかし、ある一定の時間だけ攻撃が通るようになります。その時間ってなんだぜ？それはですね。おっと始まってしまいました。では実際にやっていきましょう。まずは射線を切る。OK。敵の攻撃自体は2回打ってリロードって感じだな。それで攻撃できない位置だと近づいてくるぜ。あぶね。まずは物資を回収しながら木を待つよ。弾美味しい。そんな呪い攻撃は当たらないよ。まだか。何がだ？ヨット反対向いてるから見えないんだけど、あの装甲の顔の部分がむき出しになってるよ。ほい、今のうちにぶち込んでいくよ。この攻撃タイミングを私はブレスタイム、そう呼んでるよ。ダッサ、それよりも増援してるぜ。はい、これは先に処理しましょう。ほい、ここでもう一つ。うん、何したんだ？テルミットフレアを使ったのよ。これを使えば復活しないからね。確かにその方法なら確実だね。弾薬もまだまだ余裕だね。お、来たね。うわ、顔からドバドバ垂れ流してる。これ実質ヘッドショットだよな。えぐいって。降りかかる火の粉を払ってるだけだよ。あれ？終わっちゃった。意外にあっさり終わった。誰だこいつ、偉そうな顔してる。実際偉い。モデルアドラーだと。客人か。そうです。でももっと早く来てくれればいいのに。来訪を歓迎する。機密。しかし大変な時に来たものだな。この施設終わってるんですが、手伝えることはあるか。結構歓迎ムード。しそ。ゲシュタルトを探しています。この施設の作業員か。多分ここにいるらしいね。写真を見せてくれたまえ。ほい。アリーナ・ソウ、うちの工場で働いているはずだ。お、知ってるんだな。じゃあこのまま探せば会えるね。しかし。しかし？え、チルイ。マジか。君は戻るべきではなかった。なんだろうこの黒幕感。でも絶対黒幕ではない。ほくろの位置的にいざ？わからん。でも寝てるぜ。教室みたいだね。いざだった。エリカを待っているうちに寝ちゃったみたい。回想かな。私抜きで帰っちゃったのかな。図書室で本を借りようって言ってたのに。プンプン。行けばまだいるかも。急げー。動かせるね。図書室に向かえばいいんだね。図書室ってなんかそわそわしちゃうよね。自分の心臓の音までうるさく感じちゃう。いや、お前図書室行ったことないだろ。確かに使ったことないけど、夏は涼しくて好き。本借りろよ。ロトフロントセクタシ、マンデルブロート工業高校。ここは高校だったんだ。読めない。ドアの隙間から光が。図書室か。行こう。
誰かいる。何してんだろう。歓談してる感じではないね。おい、やめろ。白髪。いじめ、ダメ、絶対。熱。お、さっきのいじめられてたのエルスターに似てる？レプリカは大体同じ感じの顔してるから、正直わからない。はい、ではアドラーに落とされた5階を探索していこうか。図らずも下に来れたからな。この部屋は何かな？見た感じ電気系統っぽいね。ヒューズが必要だって。オッケ。じゃあこっちは何だろう？お、セーフティールーム。テルミットは嬉しい。メンテナンスキーだね。はい、じゃあセーブとアイテム整理します。ホイット。カードキーゲット。よし、探索していくよ。マップを見た感じ両サイドの2部屋だけだぜ。行き止まり。反対か。今回は簡単に下に行けるね。どこまで続くんだ？でもまずはここからだね。調べられる。郵便受けの鍵が必要だぜ。うい。なんだ？行き止まりみたいだね。玉美味しい。荷物が積んであるね。フクロウのカードキーか。シトルヒ、保安担当戦闘式レプリカ、シトルヒ。戦闘特化みたいな感じか。ブヤン、ブヤンを火の海に。めっちゃ武装。まだ美味しくない。怒りのトロ、隣のお入れは本当もう無理。ピアノ室が閉鎖されたからってあのバカバカしい歌をずっと聴いてる。もう一回聴く羽目になったら今度こそ隣に行ってあのクソペップレコーダーを粉々にしてやる。この狂気を終わらせるために鍵をお借りして部屋に忍び込むことはできないかな。あの歌さえ聴かずに済むなら隔離ルールを破るくらいどうってことない。こういうのは一回気になっちゃうとダメだよね。柱の陰に敵がいるぜ。レプリカがいいよ。シタール、シタール、保安警備担当レプリカ、ムクドリ、タイプ、第4世代テコスト戦闘ユニット、フレーム、ポリエチレン内核&防弾装甲生体機械、身長、220cm。でかい。プロベクターの保安担当の標準モデル、長い足が特徴的なシタールユニットは、ほとんどのゲスタルトよりもはるかに背が高い。重装甲ながら歩幅を生かして迅速に移動できる。冷静で挑戦とした態度を保ち、客観的に状況を分析して必要に応じて実力行使に出る。近接戦闘と暴動鎮圧の訓練を重ねたこのユニットは、横断盾を装備したシティユニットが率いる少人数チームで行動する際に最も力を発揮する。それがここにいる奴らってことか。見える範囲に3体。ここは見つからないように進もうか。ゆっくり歩けば気づかれない。暗い。ヒューズの部屋をなんとかしたら明るくなるのかな？怖いから後回し。ソロ降り。いいね。抜けた。覚書、照明設備の不具合、宛先、サービス部門、差し出し人。RS2316、この間、ウォームクドリちゃん絡みの事案を受けて、すべてのドアに手を加えて、可視光がないと開かないようにした。今回の措置によって、私たちが照明の不具合に対処するまで、サービス部門以外のスタッフが暗い部屋でつまずいて怪我をすることがなくなるように願っている。照明の修理を依頼されているのであれば、ドアセンサーが反応するように必ずフラッシュライトを装備して、持っていない場合はアドラスさんにお願いして、最近はいつも8階の室にいるから、ぜひせん。
これジアンってさっきの資料で見た、歌でイライラしてた人か。はた迷惑な。それと暗い部屋はヒューズの部屋とは関係なさそうだね。フラッシュライトを探さねば。後ろ向いてるね。弾は節約したい。両方開いてないぜ。絶対見つかるじゃん。上から行こう。工作室。こっちは？入れた。部屋中央に穴が開いてる。あら、修理作業担当汎用レプリカ。あら。かっこいいね。おっと。バトン美味しい。攻撃手段は拾っとかないとね。逆に回復は全然いらねえ。弾美味しい。はい、出てきた。うわぁ。ほい。どこからでも湧いてくるね。弾美味しい。他にアイテムはないかな？なさそうだね。それで穴は入れるのか？いけそうだね。よし、じゃあいざ鎌倉。ムービーだ。申し訳ないが、司令官殿はただいまいかなる来訪者も受け付けておられない。奥の人はいざかな？いきり歩き。私で対応できることならいいのだが。なんかこういうタイプの人って親切なんだけど信用できないよね。あなたは誰？この施設の管理者だ。どうか怖がらないでほしい。さっきこいつに落とされたぞ。あなたの助けになりたいだけなのだ。確か前の資料でアドラーの様子がおかしいってあったよな。確かにおかしくなってるね。下の階だね。早速敵もいる。よし。ほい。シタール、保安警備担当レプリカ、シタール。ほい。弾美味しい。もう荷物パンパンなんだけど。セーフティールーム来い。7階だね。弾美味しい。結構敵が多くなってきた。ここは倒さないとダメそうね。やっちゃえ、霊夢。パン。パン。パン。ほい。あと1体。パン、パン、パン、パン。ほい。ナイス。弾美味しい。テーブルの上拾えそうで拾えない。アイテムじゃないっぽいぜ。はい。規定時、規定時にしよう。規定時でデモでもあったのかな？わからん。ヒューズ。これで電気系統のところいじれるね。発注書ナンバー S23-90SC28F97。 差出人 S23 プロテクタ居住区管理担当オイレ S2308。 宛先 S23 サービス部門 R S2314。 金米高圧回路ヒューズ金版 F293C198-2389 計67849。当該スペアパーツのオーダーは承認され、S23 管理部によって処理された注文のパーツを同封しましたのでご確認ください。ファルキ司令官から循環式エレベーターの修理を優先するようにとの要請が出ています。循環式エレベーターの停止によって多くのものが移動に苦労しています。速やかにヒューズを交換してください。ほほう。このヒューズを交換すれば循環式エレベーターが使えるわけだね。まあ例のごとくアイテムがパンパンだから一旦後回しだぜ。まだ行けるところは多そうだね。邪魔だから倒すわ。ほい。開いてない。ほい。下も開いてないわ。なんだここ？多分右は入れなそうだからスルー。お邪魔するわよ。どこもかしこも敵だらけ。
立て持ちは辛そう。ほら、ここにもいるよ。暗がりにいるなんてずるいぞ。セイバーイータス。あ、たまねえ。もったいない攻撃。しょうがないさ。ほい。たまうまうま。いらない。シタール、保安警備担当レプリカ、シタール、S2313、狩猟。はい、では今回は探索しながら終わりにします。続きが気になる人はぜひ、チャンネル登録と高評価お願いします。それでは、また次回。バイバイ。